政宗は家臣の奮戦や小十郎の策に助けられ一鳥橋の決戦を制した。しかし父照宗の死をきっかけに伊達家と同盟従属していた勢力は次々と離れていった。焦った政宗は北方の大崎家の内紛に乗じて侵攻するが、大崎家の分家筋にあたる最上家の介入を受け失敗する。その様子を見た佐竹軍は一鳥橋の雪辱を果たすべく南方から伊達領に侵攻した。連戦に次ぐ連戦で伊達軍の疲労は頂点に達していた。政宗は再び窮地に立たされることとなる。東北の将郡山合戦。地の小十郎、参ります。遅れを取るな、小十郎。何を焦っておいでですか、政宗様。話せ、小十郎。今度こそ佐竹を討ち取ってくれるわ。佐竹らが攻めてきたのも我らが北のお家騒動につけ込み領土を強引に奪わんとしたため、いまだ北の情勢も落ち着いていないのにすぐさま自ら出撃し佐竹らと戦うのはあまりにも無謀、いえ無能にございます、政宗様。うるさい、わしには時間がないのじゃ。いや、もう時間切れかもしれないぜ、伊達政宗。なんじゃ貴様ら。俺は中央から来たしがない傭兵さ。俺は中央から来たしがない風来人さ。知ってっか、天下は信長亡き後秀吉ってやつが握った。やつはついに九州を征伐した。近いうちに関東やここにも攻めてくるだろうよ。聞いたか小十郎、わしは一刻も早う奥羽を統一し天下人と渡り合わねばならん。さもなくば父上が浮かばれん。今度こそ欧州制覇の障壁佐竹を討つ。奴に味方する者を一人たりとも生かすな。お出守り城内の雑魚どもを速攻で蹴散らせ、欧州の覇者たる力を見せつけよう。政宗様は自ら先陣を切り裂いた。たしなみです。重忠様、本陣をよろしくお願いします。大崎、女神と戦ったばかりだというのは、サタナと戦と。一部疲弊している将兵がいるようです。間違いが起きなければよろしいですが。お前いい感じだぜ。マサムラ様、女神に動きありとの件、北方も警戒しておくのがよろしいです。です。
力はこんなものではないわ。千軍二の丸に攻め入り、義重を追い詰めよう。野上がいつ攻め寄せてくるやわからぬ。二の丸の勝負を迅速に打て。蹴散らしてくれ。尋常に勝負いたせ。格の違いよ。天という強さよ。バカめ、これが格の違いよ。さあかかってこい。致し方なしといったところでしょうね。今よ、伊達勢を小手森城に釘付けにせよ。さすれば最上が容易に伊達本陣を奪える。やはり足ならも出てきたか。計算通りよ。ここでまとめて打ち果たしてくれるわ。
務いたせ。ルーン競おうぞ。バカめ、天を行く竜を阻めるものか。その隙に伊達本陣を突くのだ。開門。やはり出張っておいでですね。ご無礼ながらお見通しでございます。恐れながら佐竹らの要請を受け、上杉軍再来襲の可能性が大でございます。上杉は最上と攻撃を狙ってまいりましょう。南の砦周辺を警戒するのがよろしい。打ちのめします。蹴散らしてくれる。いかが、あとは最上さえ撃たば奥州制覇じゃ。いささかやりすぎてしまいました。おいおい、やべえぞ。早く杉真を助け。休んでおる暇はないぞ。三つ葉さん、最上本陣に突っ込むのじゃ。政宗、貴様にはもうついていけん。わしらは今より最上につく。なんじゃと。バカめ、わしに逆らうならば根絶やしじゃ。急げ。よき者に巡り会えた。我が軍に挑め。打ちのめします。手合わせ願おうか。いささかやりすぎてしまいました。これも入り腐りでお許しください。蹴散らしてくれる。それで勝ったつもりか、マサムネ。来い、わしが貴様に戦を教えてやるわ。開門。ありゃ誘ってるぜ、マサムネが釣られなきゃ。戦を教えてやるだと。よう言うてくれたわ。そのヘラツブチ必ず塞いでくれよ。わしは援軍突撃、吉明を討ち取れ。突撃。お一人で突出とは軽率か。まったく世話の焼けろと仕組んでございます。バカめ、ここはわし一人で十分よ。さだけ、モガミ、アシラ、すべて打ち破った。わしこそ奥州の覇者。このまま天下へ。開門。奥
奥州の和を乱す伊達の山犬ども、上杉の気によって成敗してくれん。来たか上杉のおせっかいどもが。奥州は伊達のものじゃ。引っ込んでおれ。天をつかむ。見ておれ。見たか義明。これが伊達政宗の戦よ。バカめ、これが格の違いよ。この方の者がいようとは、我こそ軍神が申し分ない。その武勇あやかりたい。バカめ、これに懲りたら二度と奥州に足を踏み入れるでないわ。さすがでございます、マセラス。バカめ、天をつかむ。お見事にございますな。敵将撃ち取ったり。戦撃打ちのめします。撤退する。これは見事なお手並み。やりすぎてしまいました。蹴散らしてくる。さすがでございます、マセムです。Yeah!
制覇した。次は天下じゃ。あの年で奥州をほぼ手中に収めやがった。まさに昇竜だな。が多少荒れ狂っちゃいねえか。あのまま誰かで構わず噛みついてたら死んぜ。大丈夫です。そのために私がいるのですから。ふっ、正宗のやつ、いい立ち持ってんじゃねえか。いやー、噂以上に面白いね、この奥州ってところは。面白いじゃと？歌舞伎もの風情に何がわかる。あんたは親父への思いを外にぶちまけ、景勝は親父への思いを内に抱えて互いにし合う。似てないようで似た者同士の大喧嘩。飲み込んでるん、あちらさんに分があるかね。わしが上杉に遅れを取ると申すか。バカめ、わしは必ず奥州、いや天下の雄となる。上杉などこちらが飲み込んでくれるわ。取るに足らない歌舞伎者風情のざれ言さ、そんなにどなんなさんな。ところでそんな歌舞伎者風情の頼み事を聞いてくれるかい。しばらくここに厄介になりたい。伊達と上杉の行く末見届けたいのさ。ふん、ならば存分に見るがよいわ。わしが竜となって天下に飛翔する様をな。